森山康いるです。もうようやく絵をやめていいっていうふうな心境になりました。私の絵描き人生は終わりました。本日は晴天なりちやつで晴れ晴れとした気持ちです。当時いろいろ現代美術としてのパフォーマンスですね、いろんな先駆者がおりますけど、僕らの場合はそういう自己表現ではなくて、なんかその運動なり体制なりに、少しでも傷つけるというか、異議を申し立てるというか、だから決して芸術的行為でも何でもないんですけど、僕が意図的に社会とかあるいは集団とかに対して、異議申し立てという形でやろうとしたパフォーマンスというのは、天神まず電車が通ってて、縦横に電車が通って天神の四つ角というのは中心地なんですけど、そこで、性行為をやろうとというのを企画してですね、周りは電車はこう縦横から止まってしまうしですね、全部人だらけでこうだんだん輪が縮まってくると危険なんですよね。やっぱりそれが印象的といえばつまらないことですけどね、それも芸術でも何でもないですよ。こういう凸凹しているのはモデリングしてそれを生乾きの時に削って痕跡を残すみたいな形で、やっぱり物質の痕跡を残そうとしてるわけですね。でやっぱ形が欲しくなるわけです。一遍捨てたんですけどね。でも形をどういう形するかが私の中にないわけで、だから上からザーッと流してると、初めはこんなボールにですね、いっぱい溶いてですね、高いんですよ銀色の絵の具、じゃあこのぐらいのやつでから何千もするわけですね。それを樹脂でからこう溶いてからこうする、この一杯が何枚もするようなもんで、それをバーッと流すわけですね。下に行くほど量が少なくなってくるわけですね。そうすると勢いがなくなってからこういうふうに塗り残しができるんですね。あ、これで俺形描いたことにならんかなと思ってですね、これでいいじゃないかと思ってですね、自分の自意識で、描かなくたって形っていうのはあるんだなっていう、そうですね。でこれが銀色の作品のシリーズ、ちょっと15年ぐらい続いてるんですけど、これの最後のシリーズですね。これは実を言うと、私その頃舞台やら何やらに関わってたから、こんなんだから照明ですね、フットライトみたいなもんで、これを集団小物行為の総括っていうふうに考えてあるわけです。だからその後はもう書かなくてもいいやと思ったんですけど、何ですかね、やっぱり、絵を描きたいっていう衝動自体は、否定しようもないし、あれ否定するべき面もないんでしょうけど、やっぱ銀色の体型っていうのは私にとっては一番やっぱ大きいのかったですね。それよりも一番大きいのは集団蜘蛛の行為ですね。社会的とか言われてから世の中には出られませんでしたけど、私は後悔はしてもらいません。